ジェロビア・フラ・ジェロビア・フラはアメリカ合衆国のミュージシャン、政治活動家。彼は1979年にデビューしたパンクロックバンドデッド・ケネディーズのリード・ボーカルを務めていた。バンド解散の後彼はソロアーティストとなり死の朗読活動を行う。政治活動では彼はアメリカ緑の党の活発なメンバーであり、その進歩的な政治理念に基づく活動に、 参加している。彼は自称無政府主義者であり、政治的変革の名のもとに市民の抵抗と悪ふざけを主張する。ビアフラは伝統的一品として市民権、社会正義、反企業の主張にハイライトを当てるため、不条理なメディア戦術を使用することが知られている。また、サンフランシスコの市長選挙に出馬したこともある。ジェロビアフラの名は、 ゼリー菓子の登録商標であるジェローと1966年にナイジェリアからの独立を試みたビアフラ共和国を組み合わせたものである。非栄養的で大量生産される企業食品と大量飢餓を組み合わせた皮肉なコンビネーションである。ビアフラはコロラド州ボルダーでスタンリー・ブーシュへとその妻バージニアの間に生まれた。彼は幼少時から 国際政治への関心を抱いた。両親は彼の政治学への関心に対して激励した。子供の時から彼は熱心にテレビニュースを見た。幼年期における最も初期の記憶の一つは、ジョン・エイ・キネリの暗殺事件である。ありがとうございます。